子供と学ぶ日光上人の生涯第1回師弟の出会い。日蓮大聖人様のもとには弟子がたくさんいましたが、中でも大聖人様のお心を最も正しく受け継いだ弟子が日光聖人です。甲斐国高麗郡大井野省梶賀沢で生まれた日光聖人は、幼くして父を亡くしました。その後、駿河の国にあったお寺で一生懸命勉強に励んでいきます。ある年、政治の中心地である鎌倉でとても大きな地震が起こりました。大聖人様は地震などで苦しむ人々を救う知恵を得るため、鎌倉から駿河の国にやってきます。そしてお寺にあった仏様の教えが書かれた多くの本を真剣に読んでいきました。その姿をじっと見ていたのが10代前半の若き日光聖人でした。当時日本に僧侶はたくさんいたものの、真面目に仏法を学ぶ者はおらず、お寺でお酒を飲んで遊んだり悪さをしたりするなど、僧侶とは名ばかりで好き放題にしていたのです。その中で真剣に人々を救おうとされる大聖人様のお姿を見た日光聖人はとても感動します。私も大聖人様のような立派な仏法者になろう。この時、日光聖人は大聖人様に弟子入りしました。その後、大聖人様は鎌倉に戻り、日光聖人は師匠を支える力を磨こうと駿河の国で仏法を学び続けました。鎌倉にいた大聖人様は、国中の苦しむ人々を救いたいとの真剣な思いで立正安国論という書物を書き上げ、鎌倉幕府で最も力を持つリーダーに送り届けました。ところが、幕府の人たちは、日蓮は生意気だと大聖人様に迫害を加えてきたのです。大聖人様は幕府によって無実の罪で捕まり、伊豆というところへ送られてしまいました。この時、大聖人様を守るために付き従ったのが日光聖人です。それから2年後、大聖人様は幕府から許され鎌倉に戻られますが、迫害はやむことがありませんでした。数年後、大聖人様は再び幕府によって無実の罪で捕まり、今度は鎌倉から遠く離れた北の海に浮かぶ佐渡島へ送られてしまったのです。この時も大聖人様のそばには日光聖人の姿がありました。
佐渡には食べ物や着るものが少なく、大商人様を憎む人がいつも大商人様の命を狙っていました。その中で日光商人は常に命がけで師匠を守り抜いていったのです。